Hello, Chiharu. おはようございます。本日は私のパートナーマーカス生誕32周年イエーイということで、今年の誕生日プレゼントはコペンハーゲンで一番小さいを予約しました。で、そちらのホテルがこちらになります。多分他の部屋は一般の方が住んでて、このホテルは一室だけ、一日一組限定のホテルになってます。どうぞ。こちらが入り口でございます。船のキャビン、キャビンスタイル、船みたいな、船の泊まるとこみたいなスタイルで、階段上がりまして、こちらがライトでございます。スイッチがございます。で、ここには Maybe from this way だね、おしゃな内装が真っ赤かの服をかけたり、カバンをかけたり、収納スペースがたくさんございます。こちらは何でしょうか。冷蔵庫です。ちゃんとミニバーもついてます。デンマークのビールとか、トメロジュース、はい、お酒も飽きないほどにございますね。えい、私は、マーカスの誕生日ということでシャンパンを注文いたしました。もうお部屋で冷やされている状態です。あとついでにこちらのチョコレートセットも頼んでおきました。いかがですか。はい。でこちらのタイニータイニー椅子、ちょっと強度が心配ですけれども、私の体重でも大丈夫か、やってみますね。怖い。Comfortable? はい、はい、大丈夫でございました。私でも座れます。このちっちゃい窓辺に座ってシャンパンを飲んで、チョコレートをたしなんで、窓の外を眺める優雅なひとときがお過ごしいただけるかと思います。そしてこちらにございますのはおしゃれ椅子でございます。何ですかね、これはサドルのような形、よっこらセット。 What's this? Like a writing board and then you have 書斎みたいな感じかね。 Crayons and cards and stamps if you want to send letter. So this is real? This is real stamps. 本物の切手までご用意していただいておりますね。100、300、500、ちょっと価値は分かりませんけれども、日本の家族にでも手紙を出そうかという気分にさせてくれますね。かわいい。ホテルオリジナルの、これがホテルの外観です。今日はの大雨なんで、ちょっとこちらの綺麗な絵を入れときますね。でこちらには新しいテレビもございます。いちいちおしゃれなチャラポン、すべてがおしゃれ、おしゃれなカレンダーね。おしゃれ、すべてがおしゃれ、置いてる水もおしゃれ。こちらは炭酸水でございますね、私の苦手な。でこちらにiPhone がぶっ刺さっております。ステレオ、はい、ございます。パワーオン。 Maybe Bluetooth ね、 or Wi-Fi Maybe。 何でも聞けんのかしら。 Musical、アフリカ70。
YouTube は音楽流せないということは忘れておりました。初心者なもので。Take 2。いきます。おしゃれなスピーカー、おしゃれな本、おしゃれな絵、おしゃれな天窓、おしゃれな地球儀、飛行機。すべてがおしゃれなホテルでございます。そしてこちら、Vacant。開いてますよ、トイレっていう意味ですね。鍵をかけると Engaged means no available。 Occupied。 はい、こちらがバスルームです。ちゃんとシャワーとトイレがセパレートになってます。で、トイレはこんな感じの重厚感のある木で重たい扉がついております。水が It's old style in Denmark? I don't know. Possibly. 水をここに溜めて引っ張って すごい勢いで流れておりますね。飛行機並みの勢いでしたね。トイレで洗面台、おしゃれな歯ブラシと歯磨き粉もあるし、オリジナルで作ったであろう石鹸、シャンプー、リンス、ハンドボディーソープもアメニティもございます。で、シャワールームがこちらですね。ご覧ください。私がこれ以上太ってしまったらもう入れないであろう入り口、激狭。私はまだギリ入れます。 Hello。 十分広さも十分ございます。入り口がちょっと狭いだけで。お部屋は以上でございますね。このコペンハーゲンで一番小さなホテルという名前のホテル、セントラルホテル&カフェ、はい、コペンハーゲン1日1組限定です。お早めにご予約どうぞ。大丈夫だから。 Is this your order? シャンペン、ニコラス、フルルルッティ。開けさせていただきます。元ウェイター、Japan, we don't say that, but Danes said that.
If you have rainy day on your birthday, you were bad. What are you doing, Chiharu?